水島に来てます。水島といえばその YouTuber のちゃんけさんとかの地元であるということで、今回ねその夜の街でもそのちゃんけさんももしかしたらここで夜の街で遊んでたかもしれない。でも夜限定のホットドッグ屋さんかな。規制とかいろいろその風営法とかの内容がもっとさらにね、今日来てるとこは水島に来てます。水島といえばその工業地帯とか夜の街そういうのですよね。あとその YouTuber のちゃんけさんとかの地元であるということで有名ですよね。今回ねその夜の街、まあ、ほとんどね廃業したお店屋さんとかも多いんですけど、そういうスナックとかそういうパブとかバーとかをちょっとねチェックしていきたいなと思います。でね、もちろんそのちゃんけさんももしかしたらここで夜の街で遊んでたかもしれないし、夜の街でご飯食べてたかもしれないっていうかもしれないですね、っていうところことを今日はねちょっといろいろ見ていこうかなと思います。それではスピチューブ始まります。あるんですけど、ほとんどもう廃業したお店が多いということですね。ラーメンセンター一択出ないですね。まあ、時間的なもんだかな。700円。時間的なものかもしれないですね。ありますね。めちゃめちゃ多いですね。でも夜限定のホットドッグ屋さんかな。前も夜来た時にどこもやってなかったんで、終着駅大井瀬。
もう閉店したとこかな。今日はね、こんな感じでお送りしました。やっぱりね、いろいろとお店はあるわけですけど、もうやっぱ時代の流れで潰れてしまってるお店がほとんどですね。そのやっぱりその工業地帯がすごい栄えてた時は、やっぱりみんなこのね、あの遊び場にいてたり してたと思うんですけど、やっぱりその規制とかいろいろその風営法とかの内容がもっとさらにね、厳しくなって、潰れていった、そういうお店が多いようですね。はい、でまたね、いろいろチェックしていこうかなと思いますんで、またスピチューブの方よろしくお願いします。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。